い、皆さんこんにちは、愛の戦士です。さて、デュエプレ診断第11弾が発売されたということは、今回も例の時間がやってまいりましたよ、皆さん。そう、1万円課金で2000円お得な時間だよ。だからトミー、そろそろ潰れる。1万円課金で2000円お得とはどういうことだと、1万円失うんじゃないか愛の戦士、この詐欺師めと思ってる方々のためにご説明いたします。こちらご覧の通りです。ジェム1万個買うと、まあ1万円かかるんですけど、2000円お得になるんですよ。つまり、1万円で2000円お得ということは、5万円課金すると1万円お得なんですよ。そうすると、その、5万円で1万円お得になった1万円でも、2000円お得になるんで、1万2000円もお得になって、もうこれわけわかんない、無限ループですね、これ。もうつまり課金すれば課金するほどお得です。これ錬金術です、皆さん今すぐやった方がいいです、これ。いやー、これね、もうタカラトミーさんで、ね、そろそろ潰れますよ、あなた。いや、課金しないとダメだ。とりあえず1万円課金、1万円課金して2000円お得になっていきましょう。全部1万個購入。さて、今回も2000円お得になってしまいました。実質私はただでパック開封をしております。もう2年後には宝富潰れてないでしょうね。今のうち楽しませてもらいますわ。じゃあ今回もパック開封。いや、今回のパックもね、やっぱでかいやつ結構いたから楽しみなんですよね。このダルマンディ、こいつ新しく出た要素。おい、タッチしても反応しねえじゃねえか。ちょっと待ってくれ。こうか、来た来た来た。さあ、なんと今回からね、城と呼ばれるカードがね、増えましてね、俺がやってた頃のね、紙でやってた頃のデュエマにはもうこんなんなかったんで、めちゃくちゃ新鮮ですね。自分のシールドを一つ選び、このカードをつけて要塞化する。で、その要塞化されたシールドがシールドゾーンから離れた時、このカードを、自分の墓地に置くということで、まあ、シールドにつける装備カードみたいな認識なんですけど、合ってますかね。で、このクリーチャー、自分のクリーチャー全てのパワープラス3000する。で、シールドが割れるまでは、全クリーチャープラス3000だから、ザガーザのパワー1万になってしまうという、あまりにもお得なカードになっておりますね。いや、城とかね、マジ使ったことないから結構楽しみですね。本当にシールドに装備するみたいなイメージなんですけど、あと今回の狙い目は、個人的にはなんといっても緑9マナ、バルガライゾーみたいなやついたでしょ。緑9マナのめちゃくちゃ出しにくいけど、出したらまあそこそこ強いかなみたいな、あいつ狙ってるんですよね。ただ、あー、来たー、こいつもね、狙ってましたよ。10マナークロスギアです。いや、こいつもね、ビッグな能力してますよ。このクロスギアをクロスするコストは、自分のシールド1枚につき1多くなる。まあ、有利なほど、まあ、ちょっとコストが、クロス装備するコストが高くなってしまうんですけど、これをクロス、まあ、装備したクリーチャーのパワーはプラス2万4000され、ギャラクシーブレイカーを得る。ギャラクシーブレイカーとは、相手のシールドすべてブレイクし、その後自分のシールドすべてブレイクするということで、もうすべてなくなります。もう全部消し飛ぶ。いや、豪快で好きだぜ俺は。いや、これギャラクシーザブレードファイナル、いや、これ素晴らしいカードでございます。いや、これも何かしらでね、使っていきたいっすよね。まあ、普通に10コストもかけて出せないんで、まあ、ジェネレサム、お、来た。まあ、コスト踏み倒して出していくとか、そういう動きになっていく。さあ、今回の初 SR は多色、これは何でしょうか。試練ギャラクシー、普通にガチ強カードだ。私は多分使わない。強いカードは使わないからね、カットしていきます。まあ、他の人の開封動画とかでも詳しくやるからいいでしょう、強いカード。俺ね、こっちのが嬉しい。ブラッキー、こいつの方が嬉しい。各さん、初めてこのクリーチャーがバトルするとき、自分の手札からランダムなカード1枚公開する。それがクリーチャーなら、このターン公開したクリーチャーのパワーをこのクリーチャーのパワーに追加する。もうやばいっすよ、これ。だから、あの、グラディアンレッドドラゴンを見せたら、パワー1万5000追加されて、パワー1万8000になるんですよ。3マナで。めちゃくちゃ、なんか高コストブラッキーデッキみたいな。で、クリーチャー多め構築。みたいなしたら、あの、めちゃくちゃ強くなると思うんだ俺は。ブラッキー、これロマンを感じるカードですね。こいつはなかなかロマン感じられるんですよね。っていったところ、やっぱね、マナなりパワーなりがでかいカードは男のロマンということで、どんどん引いときましょう。まだゴールドが余ってる分で6パックだけ。よし、 SR 来た、 SR 来た、頼む。バルガライゾーとかいう、多分誰も使わないカード、俺が救済してやるからな。俺が救済してやる。おそらく誰も使わないであろう。まあ、カジュアルでは使われるのかもしれないけど、ランクまでは使われないんじゃないかなって思うんですけど、なんかすごいコンボあるんですかね。バルガライゾ、いや、来てくれ、バルガライゾ頼む、お願いだ。緑、青か、青はなんだっけ、これサンデスの時に強いやつか。バイケン、まあ、各自読んでくださいという、まあ、こいつもね、強いと思うんですよね。あの、ハンデスメタ、
アンデスメタデッキとかでなんかすごいいい感じになりそうな感じの効果をしてるやつ。俺が見てるのはやっぱかわいそうなドラゴンだけなんだよ。あとはじゃあ無料でもらった10パック、これも引いていきましょう。バルガライゾー君は確かなんかマナ進化ができて、まあ、3枚いるんだけど、それでなんかデッキトップ5枚めくって、そこから進化じゃないドラゴン3枚を出せるという効果がなんですけど、それを引きに来た。来た！おい！来たじゃねえか、丸がないぞ。待ってたよ、お前の説明をしてたところだったんだよ。お前、俺が救ってやるからな。バルガライズを見ていきましょう。マナ進化、マナ進化は俺はちょっとね、指定されたクリーチャー3枚の上に置く。だから、自分のマナゾーンから出てきてそのまま乗るんかな。俺も使ったことないから分かんないんですけど。で、メテオバーンがついてます。攻撃するとき、このクリーチャーの下にあるカード3枚墓地に置いてもよい。そうした場合、自分の山札の上から5枚表向きにし、その中から進化でないドラゴン3枚までバトルゾーンに出していい。残りを墓地に置くということで、まあ、つまり、まあ、これ緑のドラゴンで固めまくったら、まあ、アンリストバルが出てきて、アンリストバルなんか鬼火力でそのまま殴っていけるという、アンリストバルをさらに救済できてしまうという、お得すぎる、あまりにも。まあ、普通にサファイアとかを出したら、ガチ勢的には強いんでしょうけど、俺はそんな野暮なことはしないから、大丈夫、大丈夫。バルガライズを使ってさらに救済、めちゃくちゃ来るな、これ。ギャラクシーブレードザファイナル。いや、これ、ギャラクシーブレードザファイナル。もう言いにくい。これでデッキも作れるな。面白いぜ。雲竜でコスト無視して、そのまま 10コスト踏み倒しとかもできるしな。ただね、クロスするときのコストがちょっと重いんですよね。SR きすぎ！助かる！まだ見ぬカード。多色は何でしょうか？あー、ジャイアント！ワンチャンありだよな、ジャイアント。ちょっとね、ジャイアントデッキ組んだんですけど、1個前のエクストラパックで。結局動画にできなかったんで、それと混ぜてジャイアントデッキを今回出すのは、全然あり。今回なんか、青緑のジャイアントが来てるので、2枚ぐらい入ってたよね。で、こいつもね、結構可能性感じてる、俺は。マナゾーンにある呪文1枚につき、コストが1少なくなると、まあ、ナイトと組み合わせたらそこそこ強いのかな。ナイトと組み合わせなくて もうめちゃくちゃフル呪文デッキみたいにして、こいつをそのままもうドリームウェイトもナイトも全く関係なく使っていくっていうデッキでも、まあ面白そうな可能性は感じますけどねっていうっていったところ、1マナ6000とかになる可能性全然あるってことでしょ。それはそれでね、面白いと思うんですけどね。はい、あ、じゃあこれで無料分は引き切ったから、ここからは俺のお得タイムですね。1万円で2000円分お得、さらにお得になっている分で SR を引いていく。ここからさらにお得タイムの始まりだぜ。あと欲しいのはね、なんだっけ、シルバーグローリーみたいな城があったんですけど、それですかね。あれ VR だったと思うんですけど、さあ多色まだ引いてない。あ、ゴッドだ。ゴッド今回のなんか表紙みたいなやつですね。はいはい。まあでもこれ俺使わないかな、こいつは。まあ強いんですけど、うん、コスト増えるとかだったよな。なんかもう、まあちょっと他行っちゃったんだけど、こいつがいると、まあ合体して、まあ相手の使用マナ1マナ少なくなる。違う、相手の使用可能マナが1マナ少なくなるから、まあちょっと相手は結構ね、出されたらね、うわ、マナ足りねえよ、困るよってなる、すごい害悪カードになると思うんですけど、多分ね、使わないでしょうね。か、まあ、バイオレンスフュージョンでなんかうまい具合にいい感じになるか。で、バイオレンスフュージョン多分今強いんすよね、おそらく。この11段の環境になってどうか知らんけど、マナ加速が増えたから結構ね、強くなっちゃうんすよね。で、あと引いていきたいのは、さっき言った、無敵城シルバーグローリーみたいなやつ。多分その名の通り無敵。あと逆転のオーロラ、これはね、面白そうな能力してます。自分のシールドを好きな数マナゾーンに置く、この効果によって使用可能マナ増えないということで、逆転のオーロラどころか向こうが逆転してるやんかみたいなね。だってこのターンマナ使えないんでしょみたいな。いや、なんかマナを貯めるデッキでいい感じ。待って、今めちゃくちゃスキップしちゃったんだけど。おーい、これはちょっとお得じゃないよ。それはお得じゃないよ。最後まで見たかったんごね。それ最後にちょっとめちゃくちゃスキップしちゃったよ。あー、来た来た、バイケン。いや、でも今全部引いたのか。まあ、わからんけど、これをどんどん引いていけばいい。シルバーグローリーの効果を全然言えなかったんですけど、シルバーグローリーが城のカードなんですけど、ある時に、自分のクリーチャーがバトルで負けなくなるんですよ。バトルで絶対勝てるんで、まあ、ザガーン様、これか！そんな話をしたらお前じゃねえか。シルバーグローリー。
自分のクリーチャーすべてはバトルに勝つんで、まあ、ザガーン様が一方的に本当に取れてしまうという相手クリーチャーを一方的につまらん、あの一方的に勝つに決まっているだろうっていうことが、ね、できるというね、最強のカードになっております。いやこれでまたねいい感じにザガーン様とかもね使っていきたいんですけど、いや本当にね今回はねロマンあふれるねカードしかないですよ。こいつも11でこいつナイトなんですよね、確かナイトだよね。ナイト俺あんま興味ないんだよな。もうナイトで組んだら強いって決まってるから、強いカードはちょっと使わない、強いカードは使わない、いや強いカード使うけどやっぱ救済の方に俺重きを置かなければいけない人間だからな。 SR チケットがめちゃくちゃ増えてくる。これであとバルガライズを3枚引いたらもうマジ最強になる。うわこの光り方は何も出ないやつ、何も出ないやつかわからないけど何も出ない確率の方が高いやつ、どんどん引いてまいります。まあ悪くないんだけどね、とりあえず SR ちょっとマシマシにしたいよね。まあ強い SR 引いても全部糧にしちゃうんですけど、まあ、それでバルガライゾーとかを作っていきましょう。来ねえな。ワン、ツー、スリー、フォー、はい来ない。全然ですね、 SR チケット分は引き切ったので残りの5000ジェム近くの前に1日1パック100円で引ける、100ジェムで引ける、これにかけている。何も来ないまあ所詮こんなもんですよ。でここからが本番、残りのパック多分30パックぐらい引けるかな、引いてまいります。よし VR はとにかく来る、とりあえず来る。あとなんだろうな、まあ、シルバーグローリーとかマシと期待感はあるけど、とりあえず城俺は紙で使ったことがないから今回とりあえず使ってみたいんですよねっていう、城使いたい欲があるっていうぐらいかな。ピャッシャーっと、あ SR がここで来てくれた。あまだ引いたことがないやつ、闇文明はなんだっけ今回当たるの。あ普通に強いやつ、ドラゲリオン、デスドラゲリオン、こいつは多分ねガチカードだと思うこいつはガチカードだからまあ使わんやろな。 SR が2枚目、デスファイナルが3枚目、バルガライゾーお得すぎるマナデカすぎコンボ最強あまりにもお得すぎる。おい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 、今回のパックあんま期待してなかったんですけどね、光り方があれだったので。いやちゃんと来てくれるんですよ救済者のもとに。いやお前必ず救ってやるからな、お前ら安心しろ、俺が必ず救ってやる、お前ら4枚ぶち込んでやるからな。いやいいぞいいぞ、とりあえずでかいカードくれ俺に、いいからいいから早くわしゅでかいカードを持ってくるんじゃ。いやこれさ今さこれ電子だから、デュエプレってまあ電子カードゲーム化したじゃないですか、紙じゃなくて電子になっちゃったから無理だったけど、あのこれあの当時小学生とかあの頃あのまだ俺がお魚なかった頃に紙でやってた場合、まああの頃だったらまだ俺は強いカードに目がいってたけど、まあ、今の知識のままあの頃に戻ったら俺は強いカードを友達に渡して弱いカードと交換している可能性ありますね。いやいいの愛の選手くん、こんな弱いカードとめちゃくちゃ強いカードして交換していいの。うん僕は救済者になる男だからねっつって、でそいつらが大人になった時あの俺の偉大さに気づく、あいつあの頃からカードを救っていたんだなって、それが救済者の役割よ、俺が救済者。いやでも今回 SR 結構めちゃくちゃ出る。いやーいい、こいつこのジャイアントも組んでやろう。ドルゲ雪村組んでやるからな。侍。いやオーロラめっちゃ来るな。相手が逆転するんだよなこれ普通に。SR パラダイス。パラダイスまだ引いたことないカード。こいつは来てくれた。はい、エルレバインは城をタダで出せるんだよね多分ね。引いてきた。山札からバトルゾーンに出た時、山札から城を探索し、自分の、シールド一つに要塞化するということでタダで出せるからめちゃくちゃ強い。さっき言ってたシルバーグローリーとかもそのままタダでくっつけられちゃう。あらまあザガン様と組み合わせるならワンチャンありかもしれないと。どうしてザガン様と組み合わせる必要があるんですかって。他のカードじゃダメなんですか。ダメだ。ザガン様のテキストをあの本当に真実の意味で一方的に勝たせなければならないからな。エリザベスも面白い効果してて、シールドゾーンから自分の手札に加えられる呪文すべてシールドトリガーを得るということで、これインビンシブル型デッキにしたら本当に面白いことになる。これはあの パーフェクトギャラクシーだっけ、あれみたいな感じになって、めちゃくちゃこれもロマンあるコンボができるカードになっている。今回もねなんかやっぱおもろいっすよね。さすがデュエプレ。いやおもろいカードいっぱい詰めてくるわ11弾も。
いろいろ作りたいデッキがあるのは山々なんですが、まあ、とりあえず俺は真っ先に作りたいバルガライズをここで引きに行くしかねえよな。とりあえず自然文明お願いします。いやー強い、ドラゲリオンは強い。砕きます、砕きます、俺は砕きます。お前らからしたら信じられねえんだろうな、ドラゲリオン砕くの愛の戦士キチゲじゃねえかって思う。バイケンまで、バイケンはなんかワンチャンなんかのコンボで使いそうだから、まあ、持っといていいね。バイケンはちょっとワンチャンありそう、バイケンワンチャンある。頼む自然文明来てくれ。シャキー、いやまだ見たことないカード、非文明白かなんだっけ今回、あ白だ。バルザークも面白い効果です。自分のクリーチャーがブレイクするシールドの数を2倍にします。これただザガー様は4枚ブレイクだね。だトリプルブレイカーを持っているやつとかだったら6枚ブレイクもいってしまうという、いやこれもなかなかね面白いカード、いやこれも持っててお得ですね。はい、じゃああとラスト1パック SR チケット何を引くのか頼む。これでバルガライゾだったら激アツ、アツすぎー、救済者です。これが激アツすぎー。いや前回も最後の最後に暗黒の騎士隊長ザガー様引きましたが、いや俺が絶対お前を救ってやるからな、バルガライゾ待っててくれ、お前救ってやる、キューマドというその激重コスト俺が救ってやるからな、お前待っててくれ。いやー今回はねだいぶ満足のいく開封結果で、私も素晴らしい感じになってる。あまだ引けるのか、あまだ6引けるわ、まだ6引けるの忘れてた。じゃあちょっとこれちょ6だけ引いて、6だけ引いて終わろう。なんかもう満足してたわ、いやーもう完全に満足してたけど、ちょっと、まあ、あと何ででもいいわ。あーシルバーグローリー出てきたのは本当に偉い、あとザガン様コンボがねできてしまいますね。これいやこれ本当にいいね。いや今回いやめちゃくちゃ出てくれる、助かる。もう全部のデッキを作ろう、もうデッキ博士になろう、これデッキ博士になる、ネタデッキ博士になる、いやネタデッキじゃない、ガチデッキです、ガチデッキ博士になりますといったところで、またまたデッキいろいろ組んでいきたいと思います。はい、というわけで今回の11段パック開封だったんですけど、1枚課金で2000円お得になってるだけでは飽き足らず、 SR 爆引き、さらにバルガライズを3枚出た、これはねもう救済者涙を流して喜んでおります。これは素晴らしい。次の動画は多分バルガライズを使ったデッキになると思うので、またそちらでお会いしましょうといったところで、今回もお疲れ様でございました。ご視聴ありがとうございました。